こんばんは。コールドスティールのコンボとスミス&ウェッソンの警棒、同じ21インチの長さを比較したいと思います。コールドスティールのコンボの方が 581g、スミス&ウェッソンの警棒が 477g、104g 違います。素材は、コンボは樹脂製でできています。警棒はスチール製でできてます。すごい硬い樹脂製です。太さがこのぐらい違います。打撃力は間違いなくコンボの方があります。用途はコンボは殴るだけです。警棒は突いたり殴ったり関節技を決めたりできます。ありがとうございました。